皆さんこんにちは、ひろゆきです。今日はランドロスを使っていくんですけど、このポケモンは間違いなくライギスのランドマッチで使用率のトップ10に入りますね。剣盾の頃から使用率トップ5には入っていた人気ポケモンなんですけど、まずタイプと特性が強すぎるんですよね。まあ詳しい使い方は対戦しながら話をして、それでは対戦の方よろしくお願いします。さて、こちらのポケモンなんですけど、今回紹介するランドロスを最初に裏にサンダーとマリルとなっています。そして相手の初手はオリジンディアルガでしたね。このオリジンディアルガはディアルガのなんか昔の姿みたいなんですけど、パッと見た感じ首になんか詰まっていて苦しそうだなって思うのは僕だけじゃないと思うんですよね。だって明らかに首の周りからいろんなものが出ているじゃないですか。僕だったら苦しいと思うんですよね。さて、まあそんなことは置いといて、ここは自信で倒していきましょう。そんなうまくはいかないと思いますけど、で話をしていたら、相手はカイリュウに引きもせず、テラスタルもせず、オリジンディアルガが倒れてきましたね。相手の人はランドロスのことを名乗ってますよね。やはり時間の流れというのは怖いです。このランドロスが剣盾で暴れ回ってたということを忘れている人が結構多いかもしれませんね。さて、続いて出てきたのがニヤニヤした金属なんですけど、これも地震で大丈夫です。というよりこだわりハチマキなので地震しか打てないです。これはランドロスで3盾してしまいますね。あ、そうだそうだ。なぜランドロスがフェアリーテラスかというと、単純にフェアリーと地面の保管がいいんですよね。フェアリーを半減にするタイプが炎と毒と鋼タイプなんですけど、その3つに対して全て弱点をつけるのが地面なので、この2つのタイプは相性がいいんですよ。そう、証拠にリングのテラスタルって確かフェアリーが一番多かったと思うんですけど、やっぱり相性がいいからだと思います。で、話をしていたら笑う金属マンが倒れていましたね。ラストは耳っきですが、これも地震で大丈夫です。あ、相手の肩降参されましたね。対戦ありがとうございました。動画の尺が足りないのでもう一戦していきます。はい、というわけで K さん対戦よろしくお願いします。さて、さっきはランドロスの強さをそこまで説明できていなかったんですけど、このポケモンの強さはまずタイプが地面と飛行なんですよ。浮いてるので地面の一貫が切れるにもかかわらず、自分は地面技を打てるというところが強いんですよ。自分でポケモンの構築を考えるときに、地面タイプで殴れるポケモンと地面の一貫を切るポケモンが欲しいときに、その両方を解決できる非常に便利なポケモンなんですよね。それに加えて特性が威嚇なので、種族値以上に物理耐久もあるんですよ。それと威嚇はサイクル戦にも使いやすい特性です。他にも耐久方面に努力値を回せば受けポケモンとしてできなくもないですし、ステルスロックや岩石封じなどの技でサポート役もできるので、刀非常に多くて構築に入れやすいんですよ。相手からしてもランドロスは型が多すぎて非常に厄介なんですよね。まあそんな感じでランドロスが強い理由なんですけど、今回も最初からランドロスを使っていきます。後ろにはキノガッサとこのヨザルに対して弱点保険を発動させるサーフ号を入れて、ウルガモスやアーマーガー対策にヒードランを入れます。それでは対戦の方よろしくお願いします。さて、今回のランドロスはこだわりハチマキを持たせているんですけど、ランドロスにこだわりハチマキを持たせるのは地震かフェアリーテラバーストを相手が受けきれないからですね。タイプ1なので飛行テラバーストにしてもいいんですけど、地面タイプとの相性からフェアリーテラバーストにしました。カイリュウもそうなんですけど、ランドロスは物理の飛行技で地震みたいな技があれば最強になるんですけどね。相手の最初のポケモンは止水体験機でしたね。ここはトンボ返りでいきます。フェアリーテラバーストを打ってもいいんですけど、地震を読んでアーマーガーに引かれるかもしれないので、で話をしていたら翡翠大剣気を一撃で倒しましたね。急所とはいえ、やっぱりランドロスの攻撃ってめちゃめちゃ高いんですよ。攻撃種族値が145もあるのでとても優秀なんですよね。あと今回は使っていないんですけど、今作からランドロスは挑発を覚えるんですよ。こんなに強いのに相手のニビとか補助技を防げるのは強すぎるんですよね。さて、次のポケモンはまあとりあえずサーフ号でも出していくんですけど、これは完全にこっちが有利ですね。相手のポケモンはこのヨザルでしたね。ここはリフレクターを張りながら弱点保険を発動させつつシャドーボールで倒していきましょう。てかこのヨザル色違いですけど、でそんなことはどうでもよくて、相手はこのヨザルじゃなくて翡翠ゾロアークかよ。しかも急所返しをされて一撃でやられました。まあでも相手の最後のポケモンがこのヨザルだということも分かっているので、ここはヒードランで一貫するか炎放射で持っていきますか。翡翠ゾロアークは素早さはありますけど、耐久はあんまりないので火炎放射2発で倒れると思います。あ、そうだそうだ、ランドロスなんですけど、積み技も優秀なんですよね。剣の舞も覚えますし、ビルドアップも覚えます。他にも命の玉出技の打ち分けをしても強そうなので、本当に育成方向がめちゃめちゃあるんですよ。
さてここで恨みつらみを打たれていきましたけど、何も恨まれることを僕はしてないんですけどね。現実の世界では恨まれていることが多いかもしれないですけど、まあパリにいるので大丈夫ですね。思った通りに結構シティゾロアークにダメージが入りました。イリュージョンが解けたとか言ってますけど、まあダメージを食らって解けてしまうようなイリュージョンなんてそんな大したイリュージョンじゃないですね。さてここは引き続き火炎放射で突破していきますか。まあもちろん相手はこの場面でこの夜猿に引いてくる可能性もあるんですけど、その場合はこっちもランドロスに引いて威嚇でこの夜猿の攻撃力を下げてもいいし、ヒードランで虫やすを切っておにぎりを持ってもいいですね。で話をしていたらこの夜猿に引いてきましたね。まあ火放射でやってるを引けたらこっちとしては一番楽なんですけど、そんな運用はいかないと思います。あ、全然関係ないんですけど、この夜猿の色違いって元の色とほとんど変わらないんですよね。元の色どんなのか忘れましたけど、多分ほぼ一緒だと思うので、これはサンダー状態ですね。まあここはランドロスに引いてもいいんですけど、ドレインパンチ与えると思うので、鬼火を追って機能停止に追い込んでいきますか。相手目線ランドロス引きもあるので、挑発とかそんなに動いてる暇ないと思うんですよね。まあ挑発がない可能性もありますし、なのでここは鬼火が一番安全な行動って思っていたら、相手のこの夜猿は挑発を追ってきましたね。いや、それは勇気ある選択なんですけど、こっちがランドロスに引くのを考えてないんですかね。本当にこっちの鬼火を読んでの技選択なのか気になるところですね。さてここは挑発を打たれてしまったのでランドロスに引いていきます。相手のこの夜猿の特性が負けん気だったらきついんですけど、まあ多分やる気だと思うんですが、違ったらやばいですね。まあでもうまくランドロスが着地できたらフェアリーテラバーストでこの夜猿が吹っ飛ぶと思うので大丈夫かな。さてというわけでここはゴキブロスを下げてランドロスを出していきます。相手のこの夜猿がビルドアップとか打ってきたらちょっと面倒なんですけど、まあそれでもギリギリフェアリーテラバーストで倒せると思うんですよね。で話をしていたら相手のこの夜猿が負けん気で、これはマジで最悪ですね。それに加えて相手のこの夜猿はビルドアップを打ってきたので、これはいよいよフェアリーテラバーストで落とさないとまずいです。ダメージ計算をしたんですけど、防御1段階上がったこの夜猿に対してランドロスのこだわりハチマキフェアリーテラバーストはHP に努力値をぶっ破してるくらいの耐久ならギリギリ落ちるかどうかって感じですね。ランドロスの特性の威嚇は強いんですけど、この夜猿とかドドゲさんの負けん気がちょっときついんですよね。もしかしたらランドロスの対策で負けん気のポケモンがこれから増えてくるかもしれないです。あとランドロスが優秀なのは素早さの種族値が91というところが絶望なんですよ。対面のこの夜猿が素早さ種族値90なんで勝手にも優秀なんですけど、この夜猿の他にも90が素早さのポケモンって多いんですよね。あとはセグレームとかサーフゴーとかロトムあたりの素早さが80あたりのポケモンに勝ってるのも大きいです。で素早さ種族値の話をしていたら相手のこの夜猿倒れましたね。ニャンドースにこだわりハチマキを持たせたらやっぱり火力がグイっすね。しかも相手はビルドアップ1回止めますからね。まあラストの水蔵のアークも全然ランドロスで突破できるのでこれは勝ちっすね。今はあんまりフェアリーテラバーストはハチマキランドロスがあんまり認知されていないので、さっきのは通りましたけど、対戦環境が進んでくるとさっきの対面でこの夜猿がテラスタルを切ってフェアリーの弱点をなくしたりして対策はされるようになるでしょうね。さてここはフェアリーテラバーストでゾロアークを通していきましょう。こんな感じでランドロスを今回はこだわりハチマキで使ってみました。フェアリーと地面技の相性の良さとトンボ返りによる対面操作で非常に対面性能もあって使いやすいです。皆さんもよかったら使ってみてください。型は一応概要欄に載せてます。それでは対戦ありがとうございました。それじゃまた明日、バイバイ。